それではアキラ選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です、はい、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。そうですね、まあ、スプリット判定負けで自分では、まあ、取ったかなとは思ったんですけど、判定は、まあ、向こうについちゃったんですごく悔しいですね。あ、すいません、ちょっとあの動揺が自分ではそうですね、判定は取れたと思ってたんですけど、まあ、結果大原選手に2票ついたんで、まあ、悔しいですね、はい、その2票、大原選手についたという話なんですけれども、その試合が終わってから自分的に考えて、まあ、その向こうの方がまあアグレッシブにいっていたとか、そういうような印象だったんでしょうか。3ラウンドは向こうがアグレッシ殴ることにアグレッシブだったのかなと思うんですけど、ダメージングとかでもどうですかね。まあ多分僕が試合前からあれほどバチバチ殴り合いますと言いながら速攻テイクダウンに行ったのがちょっとジャッジに響いたんじゃないかなって思います。難しいところですね。それではあの対戦を終えて相手の印象というのは、戦う前と後と違うところはありましたでしょうか。いや、ないですね。やっぱ、殴り合いに徹してくる鉄人ファイターというイメージそのままでしたね。3ラウンドになっても何食わぬ顔で打撃戦。そうですね。ただ思ったより自分のパンチ嫌がってるシーンもあったんで、なんかもっとこう構わず殴ってくるのかなっていうところはあったんですけど、はい。ちなみにあのセコンドに疲れていた石渡さんからは試合を終えてから何かこう言われたことなどありますか。まあ作戦は実行できてたと思うのでその辺は良かったのかなと。まあちょっと3ラウンドスタミナ切れ起こしてたところあるんで反省点ですかね、そこら辺が、はい、ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ、ここ勝って上位陣食い込んでいきたいって言ってたんですけど、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、めちゃくちゃ差のある負けだとは思ってないので、まあ、また呼んでもらえたらしっかり頑張りたいなって、はい、そう思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります、その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではお願いします。スポーツライターの伏せと言いますけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。大原選手とはもう見た目通り身長差もリーチ差もかなりありましたけど、作戦としてそこをどのようにこうカバーしようと思ってたんですか。そうですね、小原選手ただその出入りのスピードはないなと思ってたんで、小原選手のちょっと遠い距離から自分が入るっていうそんなイメージでした。まあ、できたんじゃないかなとは思ってます。実際にそれでね、ダブルレッグシングルレッグ行ってロープに押し込むシーンもかなりあったと思いますけども、そこからの展開がなかなかっていう気がしたんですけども。そうですね、もうちょっとやれよ自分、そういうところですね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではお願いします。はい、英語音楽というか、マンプです。試合直後、やっぱすごい悔しそうな感じだったんですけど、今は結構明るいんですけど、これはどういう心境の変化なんでしょう。まあ、そうですね、負けて、悔しいんですけど、そうですね。ジャッジに別に文句言うわけじゃないんですけど、自分では負けてないと思ってるんで、まあ、またしっかりやっていこうかな、はい、次に向けて、はい。大原選手はすごい出し尽くしたということでおっしゃってたんですけど、明田選手も出し尽くした。今の自分はそうですね、出し尽くしたん
ですけど、やっぱ足りなかったんで、もっともっとやらないとなっていうのはあります。ありがとうございます。ありがとうございます。